はい、こんばんは、ひこざいもんです。今日はですね、ちょっと、鬼ごっこゲームで、この間、大チェンっていう YouTuber が、二つの、本当にあったことと一つの嘘の三つの物語を言って、どの物語が嘘なのかって、当ててみるようなチャレンジで、自分の面白い動画を、そういうのを作って、で、その最後に、鬼ごっこゲームとして、俺と他の YouTuber もちょっと任命されて、作るようにチャレンジされたんで、今日はそのチャレンジで、今から3つの物語を言って、どれが、本当とどれが嘘なのかってちょっと当ててみてください。1個が嘘だから。よく知ってる人は俺のこと結構ドジだとみんなよく分かってるんだけど、基本的にそういうドジった経験で第一として、日本に来て最初来て、生活の中でね、一人暮らしの生活の中でなかなか洗剤とか洗濯物の洗剤とかのラブルが結構もう全部よく同じに見えるんじゃない。で、結局気づいたら最初日本にいて5年ぐらいずっと洗濯物に使ってた洗剤はやっぱり洗剤じゃなくて柔軟剤だとある日言われて、もう5年間ぐらい洗剤使ってませんでした。はい、それ1個目のストーリー。はい、次のストーリーは初めて誘われた合コンに行った時にすごい緊張してて、で、合コンもね、なんか前にちょっと説明を受けて何なのかよく分かんなくて、で、そういう付き合いパーティーとかで合コンっていうやつがあって、なんかそういう人集まって関係を作るとかと思って頭の中でちょっと違うことを考えていて、で、初めてその合コンの中の自己紹介で今日初めて友達誘われてて、そう、今日は初めての合コンとなると言って向こうすごいびっくりしてちょっと困りました。はい、それ2個目のストーリーです。はい、3個目のストーリーは実は僕はすごいカラオケが好きだけど、日本に来てやっぱり問題が一つは音痴であること、でもう一個は日本の歌あんまり知らないから、一番最初来てた東京来てた時の先生になってた英会話の近くに昼間に安くなってるカラオケ屋さんがいっぱいあって、おいいじゃない、これ歌の練習もなるし日本語の勉強もなるしと思って、もう毎日そのカラオケ一人で通うようになって、もう毎回ね、スタッフもすごいびっくりして、で、結局ホームステイにある日なんか今日カラオケなんか行っていっぱい練習したとかってなんか言ったら、もうそういうことをちょっとやめてくださいって頼まれて、あんまりそういうこと普通じゃないのよく知らなかったんで、結構ね、長い間一人でよくカラオケ行ってました。以上で俺はちょっとどじった3つの話で、どれが本当なのか、どの一つが嘘なのかってちょっと当ててみて、下にコメント書いてください。で、一応鬼ごっこゲームだから、ぜひちょっと日本人のブロガー対撃したいと思うんで、これから対撃するのはまずジェット大輔さん、はい、よろしく、まずはぜひちょっとやって作ってみてください。あとキズマンの動画もいつでも頑張ってて、ちょっとぜひ動画作ってみてください、こういう動画。次、KGKGKG さん、なんか前からすごいなんかよく日本のブログ作ってる日本人ブロガーで、ちょっとぜひこういうゲームに参加してください。あと最近登録したナルヨジャパンさんもぜひもしよかったらちょっとこういう動画作ってみてもういかがでしょうか。はい、これからみんなのコメントもちょっと楽しみにしてるんで、もうぜひ、当ててみて、で、この動画好きだったらぜひ登録してください。はい、ピース。